神海神は SVG で表示、品津彦は日本神話に登場する神である。古事記では、品と彦古神、日本書紀では、九朝津彦命と表記され、神社の祭神としては、品と彦神などとも書かれる。古事記では、神海においてイザナギとイザナミの間に生まれた神であり、風の神であるとしている。日本書紀では神海の第六の一章で、 イザナ波が浅切りを吹き払った息から、九丁小変命またの名を、九丁津彦命という神が生まれ、これは風の神であると記述している。品戸部は神社の祭神としては、品子弁命、品戸姫神などとも書かれる。日本初期の品戸部は女神とされることもあり、神社によっては、品津彦の姉、または妻とされている。元織のり長の古事記伝では、 カモノマブチの説として、本来は男女一体の神であり、それが同一の神とされるようになったとしている。立田大社の祭人は天を柱命、国を柱命であるが、社殿やノリとでは天を柱命は、品とト古神、国を柱命は、品ナ姫神のこととしている。品とト古神は、お神、品と姫神は女神である。 内空別宮風火祈のりぐ伊勢神宮には内空の別宮に風火祈のりぐ下月空の別宮に風宮があり、どちらも九丁つひ命と九丁古変命を祀っている。風火祈のりぐはもともと風神社と呼ばれていたが、現行の際に神風を吹かせたのは風神社の神であるとされたことから風火祈り宮のりぐの宮号が宣言された。ありがとうございます。